はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。スシロー、カナでございます。それでは本日からやっていきますわ。星の鏡スーパーデラックスというね、スーパーファミリーコンピューターの頃に出ていたゲームをやろうとしています。遥かと共にからですね、まず。で、内容が、すべての食べ物を奪っていくとか、なかなかやな。立ち上がってたのは遥かと共に現れた。人呼んで、星のカービィ、いざ冒険の始まり。ちょっともうちょっと音量で威嚇すんな。ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。オッケー。じゃあ、やっていきましょう。1号ですね。カービィ1号から。星のカービィ自体は、あれなんですよ。ウルトラスーパーデラックス、いわゆる DS 版でリメイクされた方はこちらは全部やりましたね。まあ、最初は遥かと共にをね、呆れるほど平和な国。ちょっと待ってよ、下の。下のこれ。ちょっと待ってよ。ミスしても大丈夫が消えへんねんけど。どういうことかな？どうやったら消せるんかな、それ。あ、消えた、よかった。消えた、焦った。じゃあ、遥かずと共にからやっていきましょう。呆れるほど平和な国、プブブランドから全ての食べ物が奪われた。お腹が空くのは困ります。当然です。倒せ悪者でないよ。スーパー短く楽々プレイ。まあ、最初はやっぱ遥かずと共にからですよね。初めてじゃないんですよ。コピーについてご説明もいいんですよ、別に。カービィ自体はもう基本、あれですね、鏡のダミー級から始まった。やったのカービィ2からかな。なんかゲームボーイのカービィからはやってましたね。そう、ヘルパーがあるんだよね、今回。たけんちゃんちゃん。やってみましょう、ステージ1。グリーンズ。さあ、早速ですね。操作確認させてね。まず、早速、B でジャンプ、Y で攻撃、了解。オーバリング。あ、チャージショットあるね。オッケーオッケー。ダッシュ攻撃、ダメージ。待って。初心者じゃないんだよ。初心者じゃないのに。あ、やべ、彼方に行く。で、ヘルパーを呼べると。ヘルパー、まあ、友達おったら、友達おったらね、こうヘルパーを友達にね、お裾分けしてやれますよっていうのがあるんやけど、友達いるもん。友達いるよ、とりあえずキスできるからね。やめて、危ないな。私にコピー取らして。ごめんね。で、味方がやられても、あれやったっけな、ヘルパーに変えたら、ヘルパー無限分けって言ったらあれやけど、悪いけど、無限分けやけん。いや、懐かしい、やったわ、DS 版で。DS 版のウルトラスーパーデラックスは無限にやった。好きなコピー能力はね、ストーンでしたね。いてててて、ガードあったっけ？あ、ガードあるね。ガードあるの忘れとった。一応ガードがあるんだよ。とりあえずいらないかあげるね、サーキブルになってね。はい。で、私がボムになるよ。ボムも好きなんだけど、加賀台でやりまくってたから。加賀台の頃何してたっけ、加賀のダメ池の頃。でも結構、何してたっけな、思い出せねえな。思い出せねえ。おじさんだ、やべえな、私がおじさんだ。いてててて。なんか当たり外れというか、私の、倒せてない、マジで。倒せれてないとかあんの？ちょ。あ、もうこれ普通に十字キー操作の方がいいな。変にスティック操作した方がしんどいな、これ。あ、ボム不慣れですね、ここ。やばいっすね。垂直に投げれらんのか、これ。ってやるわ。うわー、下手っぴだ。すっげー下手っぴだ。やべえ、だって入れねえもん、ここに。あれ、もともと入れるよね。あれ、入れるけど、なんもなかったっけ、ここって。やば、記憶も曖昧っていうな。なるなぁ。懐かしすぎて、言葉が出ないんやけど。やったことあるんだよ。本当にあるんです。ほんまにあるんです。疑わしいぐらい、下手っぴやな。やべえな。なぁ、ウスピン打つ。なお、ウエスピー打つ。当たるこれ。ギリギリ当たるね。じゃあ、これでいいや。
なんて楽だ。ウィスミン打つってこんなに弱かったっけ。やべえな。クソ雑魚やないか、お前。やば。お前をサムネイルにしてやろうと思ったけど、さすがに5分で終わられると。続き行こうか、ステージ2。フロートアイランドやって、神かわいいよね、こういうさ、ちょっとシャアニメーションがかわいい。あ、ファイターよりか。あ、でも水中戦やったらカッターとかの方が良かった説ある？だって、ね、水中ステージじゃねえ、ここ。水上ステージだ。水の中いかんのかよ、お前。水の中によっては、武器持ってるコピー能力だとカッターは微妙やったな。ソードとかやったら水中でも触れるんやけど、こういうね、神ちゃんの今のボムとかやったら水中効かんだけど、水中とか関係ないな、今。アサキブルおいで。キスしてあげるよ、私が。よかったね。ハビちゃんにキスされて。ハビちゃん誰にでもキスするから危ないな。待って、違う。ボムの説明はいらない。あげるね。はい。ああ、間違えた。ジャンプしちゃった。はい、ストットコン。お、青くなるね。かわいいね、青くなった。すごい、この、あ、これ無敵ですね。無敵ですね。このアイスってさ、こんな炎みたいなエフェクトやった頭。なんで今口移したの？ほらー、何してんの君、バイバイ。喋りも下手になってんな。やべえな。あれ？こんなに喋り下手やったっけ、私。あ、クラッシュあるけど、いいかな。あれはクラッシュで、ソードも欲しいは欲しいけど、全然氷のステージかと思った。あ、そんな接近技あったっけ？あ、基本これしとった覚えがある、空中で。空中でアイス吹きまくってた覚えしかないわ。これポピーじゃねえ、なんだっけ？なんて名前だったっけ？これアニメで出てきてたんやけど、フリーズしたな。フリーズになんねえ、これ。ポーズじゃねえ。ポーズ画面開けんくなってる。あ、弱い。あ、やべえ。ポピージュニアが全部片付けていってる。なんだよ、このブルーベリーアイみたいなやつ。あ、やば、死んじゃう。仲間が死んじゃう。あ、死んじゃった。仲間が死んだら一定時間。この間に、コピー能力を与えたら、復活するんですけど。まあ、死んじゃったものは仕方ない。私が頑張るよ。お膳立てはしてくれたんや。届かねえ、攻撃。よし、終わり。オッケー、余裕勝ちだね。余裕勝ちだね。オッケー、オッケー、オッケー。始まる。よかった。今、あれって。名前出んか。名前出てけへん。なんか、ブルーベリーアイのあいつら。絶対違うんやけど。雲の上のステージか。全然、あれやな。アイランドとか言いながら海じゃなかったな。こんな短かったっけ？とりあえず、チリーにして、チリーもいいよね。かわいいよね。カービー人気だよね。普通に。あ、やべ。あややったわ。こやつやりよった。いきなりやりよった。あ、そうか。ヘルパーも死んじゃうんやったっけ。じゃあ二刀流で行こうぜ。な、ブレードナイト。メタナイトの逆襲とかもやりたいんやけどね。とりあえず、ソードなとこな。やっぱカービィっつったらな。ソードではないな。とりあえず、有名ではあるけど。カービィっつったらやっぱファイヤーやと思うんやけど、私は。なんかファイヤーの最初にやっといたイメージあるけど。これチャージショットとか。で、ライフマックスやったらチャージショット打てたりする？チャージショットってエネルギー弾打てたりするんかな？体力マックスじゃねえからあれないけど。なあ。でも連続攻撃はできればいいよね。鏡のダメージとかやったらさ、こういうアクションできらんでさ、普通に振るだけやったりするんやけど。やっぱね、作品によりますからね。ちょっと攻撃しにくいですけど。ああ、いいよ。特攻隊してくれてるね。ありがとう。いい特攻隊だね。ちょっとちょうだい。あげれなかった。あ、ビーム打てるね。やっぱ体力マックスやったらビーム打てるっぽいわ。鏡っつったらね、春部屋とか探したいんやけど、いてー。ジュニアの方やったっけ？弱え？え、クソ弱えんだけど。クラッコジュニアじゃなかったっけ？今のって。ラコジュニア一瞬で葬り去ってしまったけど。あ、マイクあるじゃん。
マイクあるな。マイクは欲しいな。待って、待ってな。あ、絶対これソード取れる。あ、マイク取れた。3回しか使えらんけど、まあ、全体破壊できる大技ですよっていうやつよね。今壊せなかったな。すごかったな。あ、やばくわれ、届くんかい、それ、届くんかい、うてててて。せっかくの、マイク、パフォーマンスさせてちょ。くそ、2回消費層なの。消費層扱いなのねな。あ、敵でもいいんやね。その自爆ショーの始まりだっていうやつ。はい。思ってるより死んでんね、かなちゃん。かなちゃんやっぱ下手なんじゃないの？かなちゃん神下手かもしんないな。めっちゃやってるやり、割に、やってるんだよ、うちは。ディスカバリーもちゃんと全クリしてんだよ。全クリしたんだよ、ちゃんと。裏ステージまでやったんだよ。やってこれだよ。やってこれだよは悲しくなるけど。じゃあね。どっかでマイク使う敵が現れるってことなんだろうけど。ほんまに？ほんまに？あ、パラソル使いたかった。あ、ストーンも使いたかった。でもさ、あ、入れるね。やっぱりこの、ちょいちょいね、こういう月んとこ入れたりするのよ、ハービーって。でも、とりあえず、言えることは、マイク使う場面ねえな。マイク使う場面がなさすぎて、なんとも言えないんですけど、どうしたらいいですか？カービィさん。カービィさん、あなたどうしたらいい？本当にこのマイク、手持ち無沙汰なマイクはどうしたらいいの？サンハーザも残ってるんやけど。こういう時さ、ボス級っていうか、中ボスクラスが来てさ、マイク使ったら楽ですよ、みたいなシーンが現れるんじゃなかった？違うらしいわ。あ、表のと違う奴らが来て、どうしよう。これコピー投げれるやん。どれ使っとくな。バイバイ。行って死なねえのかよ、おめえ。この野郎、ここで使えってか。やってやるぜ、おらよ。これでハンマーが手に入ると。ハンマーってさ、回転あったっけ？あるね、鬼殺しは？あ、鬼殺しハンマーもあるね。そう、これ鬼殺しハンマーつってね。大ダメージを与えることができるっていう。データ用直伝のハンマー。あいつ直伝やったん。破壊力が抜群。普段壊せない地形も無理やり壊しちゃうこともできると。爆裂ハンマー投げ、だし、でも爆裂ハンマー投げするとさ、確かハンマーのコピーなんか捨てたよね。だからあんまりよろしくないけど、あー、仲間が、味方が欲しいです。お願いします。クラッポですね。おなじみの敵。鏡の大迷宮では大変苦労しました。あー、コピー能力が欲しいんです。私痛いです。痛いです。ヘルパー自爆し、自爆ショーの始まりする。やばい。いてて。いやいや、あ、オッケー。思ったよりダメージ食らうね。あ、私もダメージ食らってる。やばい、久しぶりにカービィやると。懐かしいけど強いな。ブロックでこんな難しい。いて、自爆ショーの始まりしてるみんな。みんな自爆ショーの始まり、私も死ぬな、これ。やべえな。私も死んじゃう、これ。つえクラッコってこんな強かったっけ？やべえな。久々にやるもんじゃねえな。あ、こっからか。絶対マイク、取っとけばよかったな。マイクを取っておけばよかったと今、すごく後悔してるんやけど、どうしたらいい？こっちはスリープですね。寝ちゃいます。寝ちゃいます。かわいいよな。当たってないな。ボンカス当たってないよ。あ、起きちゃったやん、ボンカス。ボンカス、いってえな、バカ野郎。何してくれてんねん、おめえ。ガード巧みに使えば。ガードっていうのがちゃんとあるんですけど。あんま使いこなせない。基本私、このゲーム、ストーンでさ、楽して、ストーンって基本無敵なのよ。その無敵を利用してさ、戦ってたんやけど。スライディングもあるけど、あんまりってか雑魚的にしか効かんで、こういうさ、ちょっとついて、ちょっと強い敵にはさ、効かねえんだよ。痛い、やばい。ちょっとボンカース、最後ボム投げ、爆弾投げてくれれば、そう。痛い、勝てない、ボンカースに。ボンカース程度に勝てない。やばいな、これ。ヘタッピ加減も、すげえな。痛い。ナイスコントロール。ヘタッピ加減がひどい。あ、やべ、ヘタッピ加減がひどい、私の。あ、やばくね？超下手じゃん。やってたくせに超下手じゃん。オクラだぜ、ワンちゃん。
オクラ動画説あるぐらい下手じゃん。ワンナップないよね。まあこれ二人でね、やったら楽しいよねっていうやつやけん。一発当てとこ。はい。あ、これ頭続きで倒せるんだね。まあ、無理にハンマーもらいって、無理にハンマーもらわんで一回行っちゃうか。ダメージ無駄に食らったな。ニクラコ、へい、久しぶり。トルネード欲しい、痛いでね。あ、予想してたのに。トルネード欲しい、痛いです、そこは、そこは痛いです。じゃあ、あ、行かないでビームのコピー能力。あー、それは雨降らしてくるだけ。じゃあヘルパー部隊頼むよ。行けヘルパー部隊あ、いや、危ないです。危ないです。なんかスプラトゥーンみたいな感じになってる。わかってるね、プラ。うん、わかってるね、プラ。無敵時短ガンの活用。端っこ。端っこ耐えける。チャージショットでジャンプできねえから。当たらないけど、雨降らしてくる？いや、雷ビリ。雷ビリリじゃない、いててて。いや、だ。撃つか。危ないです。ヘルパー、ヘルパーが。自爆ショーの始まり、自爆ショー、危ねえ、危ねえ。危ねえ、お前を殺すわけにはいかない。自爆ショーの始まりだしね。トロワじゃねえんだからさ。頼むよ。お前トロワじゃねえんだよ。でやね、ラストステージですね。はるかと共にって、めっちゃ短いはずなんでさ、こんな苦戦するゲームじゃなかったと思うけど。ミスターでって言っても、まあ、そこで全然せんじゃなくって、まあ、多少ね、ステージ攻略はありますよね。どうかあったっけ、なんか。いや、コピー能力いっぱいもらえるだとか。それなんも、ないね。まあ、この BGM いいな。懐かしい。この BGM 好きだよな。あれかよ、ともに。いきなりかよ、お前かい、チャレンジャー。星のカービィチャンピオン出てて、ストーンくれ。ストーンくれ。あ、でも、いや、映ってん。画角に映ってん。お前、映れ。なんでこっち来へんねん。映れ。はい、ジャンプ。あ、それ、スマブラでやるよね。危ないです。まどちゃん、まどちゃんダメよ。まどちゃんダメよ。私何もしてないわよ。あ、投げとくか、それ。痛いです。とりあえず、食らっとくわ。食らってあげ。痛い、痛い。あ、とどめをもらったとどめをもらったじゃない。ほとんどマドちゃんが。やっちゃった。ああ、吹き飛んでゆく。よく見た光景。あれ、マドちゃん。マドちゃんがいない。どうして。あ、で、そうそう、城持ち上げてな。食べ物をね、地上に巻いていくっていう義賊みたいなことするよね。はい、ということで、まず、一つ目のね、春風と共にという、ゲームステージステージでもないな。なんて言ったらいいんだ。チャプターチャプターでもないもんな。とりあえず、春風と共にをやってみました。思った以上に下手になってる。おかしいぐらい下手になってる、私。ちょ、シャレにならんわ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。この白結局、これ何なんだろうね。デデ城ってデデ城らしくないけど。はい、続く。そう、これで終わりではありません。むしろ、高価カービィウルスーパーデラックスの始まりとも言えますのでね。で、これはスタートボタンでいいかな。はい、まずクリアしました。春風と共に。グルメレースはまあミニゲームなんで、次はダイナブレイドですね。順番的に言うと、洞窟大活作戦はちょっと長めになると思うから、ダイナブレイドをね、やってみようと思いますので、この辺もミニゲームですね。メガトンパンチとかはね、また取ろうかとは思うけどね、久しぶりにね。次回はダイナブレイドをやりたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。せい！バイバイ！